選手のプロフィールです。岐阜県古川町出身の24歳、19戦のうち 15KO という成績が示す通りの右のハードパンチャーです。おととし一度は日本スーパーフェザー級のチャンピオンになりましたが、目の怪我のためにタイトルを返上。およそ1年間のブランクを経て復帰し、その後3連勝と上り調子です。相手の水島選手も今年に入って2連勝と絶好調。日本ランカー同士の戦いになったこの試合、ダイジェストでご覧ください。本日のセミファイナルスーパーフェザー級10回戦を行います。赤コーナー、日本スーパーフェザー級に130パウンド畑中ジム所属、杉田龍平。青コーナー、日本ライト級7位129パウンド1/2、徳本新党所属、水島博。さあ第1ラウンドのゴングが鳴りました。両者とも黒いトランクス、右利きオーソドックスのスタイルで構えますのが畑中ジムの杉田龍平、そして徳本新党ジム、左利きのサウスポースタイルで構えます水島博。第1ラウンドが始まっています。両者とも日本ランカー、非常に激しい戦いが予想されます。まず、杉田サウスポーってやったことあるんですか？日本タイトルを取った金内豪との試合が初めてのサウスポー。じゃあ心配ないですね。ただちょっと正面に立つんで、はい、ストレートをもらいますよ ね、 すね、あの位置だと。サウスポースタイルは特に気になりません。サウスポーはその金内戦以来2度目という。画面顔が見えているのが杉田龍平です。今の左フックを使って回していきたいですね、杉田がね、はいはい、正面立たずにね。そして今顔が見えているのが水島博、日本ライト級の8位。いいですよ今のストレート、はい、杉田君。第1ラウンド1分が経過しています、うん、さあ水島さんが前に行く。多分今日のこの試合はね、水島選手、はい、これはね楽な相手じゃないですよ、杉田にとって。あ、そうですか。あえてこの試合を組んだっていう畑中会長の僕は勇気というか、素晴らしいいい試合になると思うんですよ今日、はい、うん、だから決して楽な試合、いい杉田にとって楽な試合にはなりませんね、はい、徳本新党チームですからね、三島君、ここは結構しつこい選手が多いんですよ、うん、はい、ガッツのある、だからかなりいい打ち合いになると思いますよ、さあ左の長いパンチが飛んでいきました。杉田の方も右を返していきます。第1ラウンド杉田ちょっと硬いですね。そうですか、うん、逆に、水島の方がリラックスしてるような感じを受けますから。あ、そうですか、うん、ここを勝って来年にも OPBF 東洋太平洋のタイトルにも挑戦しようという杉田龍平。画面右側、そして顔が見えているサウスポースタイルが水島博。水島君は顔が強そうですよね。はい、うん、強そうというか怖、気が強い、ちょっと怖そうに見えますけど、ね、怖そうに見える。杉田君はなんか可愛い感じの感じじゃないですか。そうですね、動画ですね、はい、これがどうなっていくか。まあ特本ジムサイドによりますと、まあ、非常に真面目な性格であると水島選手は、はあ、もう本当に真面目で正面しか見えないのがかえって気になるぐらいだということを言ってましたね、まあ、まだ1ラウンドですけど当初はね水島君見えますね、はい、勝ちに来たんだっていう感じですよ。第1ラウンドもう残り時間がありません。杉田の右、杉田君ねスローペースでね最初から行くとね乗ってこないんですよ、エンジンがかかりにくくなりますからね、はい、もう少し飛ばしてもいいですね。はい、ここで第1ラウンドが終了しました。杉田水島戦は第6ラウンドに入ります。先ほど第5ラウンドには杉田が右の目の上を切りました。役者さんちょっと心配ですね。もうね、本人がちょっとこれで焦ってペースを乱すと相手のまた思うつもりになるんですけど、はい、しかしこのラウンドは開始早々から打ち合いになっています。試合としては打撃戦になってきましたからね、面白いですね、はい、この打ち合いは渡嘉敷さんどっちが有利ですか、
いや今のところはあのお互いちょっともらったり結構してますから、はい、どっちとも言えないんですけど、杉田君が優勢になるにはやっぱりコーナーに詰めていかないと、真ん中勝負しないで、ね、はい、もっと足を使ってどんどん押していきたいという背中が見えている杉田龍平。杉田の場合だともう力でねじ伏せるっていうようなボクシングしますから、ええ、だからこういう打ち合いになると多分杉田の方が有利だと思うんですけどね。そうですか、はい、しかし渡嘉敷さん、水島も結構タフですね。水島君は足がいいんですよ、はい、打ち合いしてもね、あの左右に、ね、回るんですよ、だから杉田君のパンチがね追い打ちできなくなってくるんですよね、だから杉田君みたいな手出る選手はもう角に詰めて手を出す、はい、その方がいいんですよね。さあ杉田のパンチが当たりました。第6ラウンド攻めていく、ロープに締めていった杉田、逆に水島もパンチを返しますが、ここは杉田がどんどん押していきます。チャンスを作ります。上半身回転してるんですけど下半身がついていってないんですよ、うん、だから相手にちょっと動かれただけで攻撃止まってしまうんですね。そうですか、それね、バランス崩しやすいんですよね、足が動いてないと、だから次の追い打ちができなくなる、はい、足が動いているのはどちらかというと水島、ナイスボディですね、今ね、今のボディですね、ナイス、ナイス、上下を打ち上げたいですね、今みたいにね、聞いてきました、聞いてきました、ロープダウン、ロープダウンじゃないかな、決めていけるか、杉田。さあ第6ラウンド、ここで取りました。危ない危ない危ない、杉田勝ちました。第6ラウンド聞いてましたね、外ね、聞いてましたね、もう少し早く止めてもいいかなと思うぐらいでしたね、はい、さあそして薬師さん一言、まあ結果的にパワーでねじしてた形になったんですけどね、はい、でもいい試合ですよね。そうですね、はい、杉田が第6ラウンド水島を KO で下しました。ご覧いただきましたように6ラウンド2分ノックアウトで杉田選手が勝ちました。この試合杉田選手は減量に苦しんでの体験でした。そして勝ちはしたもののやりにくかった、思ったよりもパンチをもらいすぎたと反省を語っていました。次回はぜひ万全のコンディションで納得の1試合を見せてほしいですね。